マッシモポポリツヨはイタリアの俳優、声優。シルビオ・ダ・ミーコ国立演劇芸術アカデミーで演技を学び、1984年に卒業すると舞台俳優として活動を始め、様々な舞台作品で賞を受けるなど高い評価を得る。1989年に映画エル・アス・サッシナでスクリーンデビューして以降はテレビドラマを含めた。 映像作品にも出演するようになる。その後、声優として、海外の映画作品等のイタリア語版吹き替えを担当するようになる。1996年の映画、ある貴婦人の恋で、第52回、ナストロ・ダルジェント賞の助演団優勝にノミネートされる。1997年に、イタリアで公開されたイギリス映画、ハムレットで、 主演のケネス・ブラナーのイタリア語版吹き替えを担当し、第53回、ナストロ・ダルジェント賞の吹き替え賞を受賞する。2018年の映画、帰ってきたムッソリーニで現代にタイムスリップした、ベニート・ムッソリーニを演じ、第73回、ナストロ・ダルジェント賞のコメディ映画団優勝に、ノミネートされる。2019年の映画、イル・プリモ・ナ・ターレと、イル・ラ・ドロー・ディ・ジョルニで第75回、 ナストロ・ダルジェント賞の助演団優勝にノミネートされる。2020年の映画、略奪者たちで第76回、ナストロ・ダルジェント賞の助演団優勝を受賞する。イルモンド・デイ・ドッピアトリより、ありがとうございます。